はい、速稼家の久保です。毎日相場解説を続けてもう4年を過ぎました。もうね、4年もやってるとだいぶね、 FX にも慣れてきたもんで、とりあえず負けることはなくなったということですね。まあ、4年間毎日ね、放送してる人ってのも珍しいと思うんですけども、まあ、私はこういうふうにね、バカ一直線というかね、一本気な性格で一つのことをやりだしたら結構ねしつこいんですよね。ということで今回の相場解説なんですけども、以前ね、つい3週間前、2週間前はどんどん買いで取っていきましょうってことを言って、皆さんに買いで取っていただいたんですけども、それからね、まあ全体的な流れは売りだから用心してくださいねってところで、売りのポイントを、まあ本当にね、ドストライクで売りのポイントに入っていただいたわけです。さあでもね、今日はいかがでしょうか。なんか大方のね、アナリストの見解としては、これから売りが続いて103円、102円、場合によっては100円を切るんではないかなって見解がまあ多いわけなんですけども、さあアナリストさんの言う通りにすれば勝てるということでしたら、こんなに簡単なことはないんですよ。そうではないんですよね。そういったアナリストさんの見解をもとに、実はどうなのかな、自分はどう解釈するのかな、これがね、相場解説になってきます。それでは週足の方からまたね、チャートの方を見ていきますよ。画面を切り替えます、どうぞ。でこれが週足なんですけども、以前もお話しましたように、こういうところですよね。ここがまずポイント、ポイント、ポイント、ポイント。そして今まさにポイントに来てます。これは何かっていうと、このポイントに合うと上昇が始まるってことなんですよ。そこまでは急落が始まってるんですけども、ここに触れるとね、上に上がるんですよね。一番左。で、ここに触れると、ほら、こういうふうにひげを出してね、いくわけなんですよ。で、ここもずっと落ちていたんだけども、ここから上がるでしょ。で、ここもそうなんですよ。まあ、ヒゲを出してね、急速に回転して、こんな超鋭角の V の字できました。そして、売りの流れがずっと来ていたわけなんですけども、で、今ここに触れてね、上昇してるでしょ。で、今、週足が、陽線を作り始めているところなんですが、同時に移動平均線は下の方に一方的に進むよってことを示唆しています。これをどう捉えていくのかってことなんですけどもね。じゃあ、日足を見ていきますよ。これが日足です。移動平均線を見てみます。横ばいに来たところからブレイクした下の方に触れてますんで、これはね、売りで入っていけばいいような気がしますけども、同時にここ見てください。売り、売り、売りで来てる一番下のところで、下にね、長いヒゲを出しながら、この陽線が出てるんですよ。で、陰線も下に長いヒゲ出してますよね。ということで、これはね、こっから下に行くことを否定してる形になります。ですんで、移動平均線は、この実際のローソク足とはちょっと遅れて形を作りますんで、今上昇が始まったところです。で、移動平均線はこれからどんどんね、上向いていくんではないかなっていうふうに私は感じるんですよね。4時間の方見ていきますね。4時間足ですけども、ご覧のようにここです。陰線と陽線の下のヒゲがですね、ちょうどローソク足を支えるような形になって、このV の字の谷底を作ってるんですよ。そしてそこからですね、N 字、例の N 字が形成されて、ほら、移動平均線が折れ曲がってきて上昇を示唆してるでしょ。わかりますかね。1時間ではもっとはっきりわかると思いますよ。移動平均線はもう完全に上向きに変わりましたよね。ここが転換点になってます。で、こちらの方をV の谷底としてずっとね、 N 字で降りてきたわけですよ。こういうふうに N 字 N 字で、今度はね、左右対称になるかもしれませんけども、 N 字で上がってるわけですよ。今度はね、 N 字で上がる、ほらね、 W は右辺が強いもここ出てますよね。で、今度ここですよ。だからね、今回からは買いで取れていくんではないかなっていうふうに思うんですよね。はい、いかがだったでしょうか。このね、買いと売りがこうすごく しのぎ合ってるっていう状態がまあ今なんですよ。で、もうちょっと言ったら、もうちょっと前はもっとしのぎ合ってました。売りの勢力が大きな時間軸でゴーンと来てるのに、小さい勢力では買いが始まってるわけなんですよね。で、それが少しずつ影響を及ぼして大きな流れを変えつつあるっていうね。実際は大きな、ね、波が支配してるわけですよ、その買い足を。でも今回は買い足が大きな足を変えようとしているところなんですよね。なかなか面白いところであり、難しいところであると思うんですけども、まあね、だからね、FX は難しかったりするんですよね。まあでも私はね、ここで勝負をかけれるのは、買いで勝負をかけれるんじゃないかなと思うんですよ。で、左右対称が何回も出てきますので、今回も左右対称になるそのうちの例の一つかなと思ってます。もちろんね、私の相場解説は、4割は外れる、6割は当たる。ね、宝くじみたいですけども、当たるとか言っちゃったら。
その4割外れて6割が当たる、その差額の2割を取っていきますので、今回の仮説がね、もしかしたら4割の外れの方かもしれません。だからね、リスクエッジをするために、ロスカットラインというのは必ず設けるんですけども、まあ、この手法でね、まあ、4年間勝ってきましたんで、今回も負けるにしても次につながる負けになるかなと思いますし、まあ、勝てばね、予測理屈も合っていたし、利益も取れたし、まあ、万々歳だなというところですね。ということでね、今回の相場解説は以上です。皆さんどのように映ったでしょうか。私はね、買いで取っていきますよ。それでは、いってらっしゃい。